僕、本当はマロンタルトが食べたかった。え？バラは白だっていいし、フラミンゴもピンクでいい。お茶に入れるのは角砂糖より蜂蜜が好きだし、レモンティーよりミルクティーが好きだ。みんなと食後のおしゃべりだってしたい。リドル、ずっともっとトレイたちと遊びたかった。うっそ、あのリドル君がギャン泣きしてる。あ、おいこら、泣けば許されると思うなよ。お前も大概空気読まないな。俺も悪かった、お前が苦しんでるの知ってたのに、ずっと見ないふりをしてた。だから今日は言うよ、リドル、お前のやり方は間違ってた。だからみんなにちゃんと謝るんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。足りめえだ、こっちは散々コケにされたわけだし、せっかく苦労して作ってた手作りマロンタルト捨てられたわけだし、涙ながらに謝られたくらいじゃ許せねえな。そんな、じゃどうすれば。そんで今度はお前がタルトを作って持ってこいよ。あ、トレイ先輩に手伝ってもらうのはなしだから自分で苦労しよう。そしたら許してやらないこともない。わかった。うん、庭のバラは赤く、テーブルクロスは白、完璧な、なんでもない日だね。ティーポットの中に眠りネズミはって、おいよ、いなくてもいいか。そんなに急に変えなくたっていいさ。ジャムはネズミの鼻に塗らなくたって、スコーンに塗ればいい。絶対ないとダメじゃなくて、あったっていいにしていけばいいだけだろ。うん、そうだね。ちょっと待って。え、その白いバラ、げ、塗り残し。はあ、イエスちゃん、デュアスちゃん、ちゃんと塗ってって言ったじゃん。僕たちのせいですか。なんてね、もうバラの木の1本や2本で罰したりしないさ。本当リドル君寛大。みんなで塗れば早いだろうしね。それじゃあみんな準備はいい？で、寮長のワビタルトは結局どうなったの？ちゃんと作ってきてるよ。これ、このイチゴのタルトは僕が作った。先輩もマジブレないよね。じゃあ、いただきます。はっはん、うん、これはしょっぱい。なんだこりゃ。うわ、めちゃくちゃしょっぱい。何入れたらこうなるわけ。厳密に材料を測ってルール通りに作ったんだ。そんな間違いはないはず。あ、もしかしてオイスターソースを入れたから。もしかしてクローバー先輩が冗談で言ってた聖地印だって。トレイが昔レシピには載ってないけど、美味しいタルトには絶対隠し味でオイスターソースが入ってるって。なわけねえだろ。ちょっと考えれば嘘だってわかるでしょうが。しかもこれ隠し味って量のしょっぱさじゃないよね。どんだけたくさん入れたの？だって適量とか言われてもわからないだろう。何 cc 使うのか正確に教えておいてくれないと。まさかあの冗談を真に受けて本当に入れるやつがいたなんて。そうだね、バカだな僕。